品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報、平成31年1月21日第2109号をお届けします。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。では今回も内容からご案内してまいります。1番、今品川区では。2番、国土交通省による羽田空港機能強化に関する区内地域への個別説明会のお知らせ。3番、お知らせ。4番、健康ガイド。5番、応急診療所のご案内。6番、キッズクラブ。7番、リサイクルゴミコーナー。8番、情報ファイルお知らせ。9番、税の便り。10番、情報ファイル講座講演。11番、情報ファイル催し。この順にお伝えしてまいります。これからご案内する記事の中でお問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは次のところへどうぞ。郵便番号 140-8715 広町 2-1-36 第二庁舎6階文化観光課文化振興係の電話番号は 5742-6836 番、障害学習係は 5742-6837 番、ファックス番号は共通で 5742-6893 番。スポーツ推進課地域スポーツ推進係、電話は 5742-6838 番、ファックスは5742-6585 番。品川区スポーツ協会総合体育館は郵便番号 141-0022 東五反田 2-11-2、 電話は 3449-4400 番、ファックスは 3449-4401 番。受付時間は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午後5時までになります。戸越体育館、こちらは郵便番号 142-0042 豊町 2-1-17、 電話は 3781-6600 番、ファックスは 3781-6699 番です。なお、催し物などで費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方になります。詳しいことは各担当へどうぞ。内容についてのお問い合わせは電話代表で 3777-1111 番へどうぞ。また区のホームページをご利用ください。アドレスは http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。では今回もおしまいまでどうぞごゆっくりおください。はじめは今品川区では、特集区民と区との共同、住みよい街づくりのために一歩踏み出してみませんか。高齢化や少子化など地域における課題は年々多様化複雑化しています。地域の特性に合わせた解決を目指し、区民と区がお互いの長所を生かし、さまざまな取り組みを行っています。より魅力的な街にするために、共同とは。共同とは、区民、団体と区、行政などが、各々の特性を生かして社会的課題の解決を図るための手法です。お互いが責任を持って良い街づくりのために協力し、現在では地域づくり、高齢者福祉、子育て、環境、国際など、さまざまな分野で取り組まれています。また、活動している団体には、町会自治会、NPO、ボランティア、学校、企業など、さまざまあり、団体間の連携も進んでいます。共同の可能性。品川区は区民活動が活発な町です。複雑化する各地域の問題に積極的に取り組んでいる区民の皆さんは、
住みよい町づくりにとってまさに縁の下の力持ち。その素早い対応力や機動力と区の公共性、専門性が連携することで、地域課題の解決が期待できます。また、新しいアイデアの創出や、それぞれのネットワークを活用した幅広い事業展開など、区民と区との共同で、町のサービスの充実や発展も期待できます。私たち共同を始めました。活動に参加するまでの思いや参加したきっかけなどをお聞きしました。私の哲学は信じることに従ってできることをやる。その思いを高齢者のための活動につなげています。鈴木明さん。NPO 法人ヤシオハーモニー理事長。自分たちのできることで仲間づくりや居場所づくりの仲介役として活動しています。簡単な美容で高齢者の心に元気を、品川区でもっと活動を広げたい。松枝由美さん。NPO 法人プラチナ美容塾理事。高齢者施設でハンドケアやメイクを行い、シニアの方を笑顔に。専門的な知識をシニアのために役立て、悩みに寄り添う活動をしたい。松山智彦さん。一般社団法人シニアコンシェルジュ協会理事。さまざまな専門家が集まり、シニアの悩みに関する相談に対応しています。国のプロジェクトで始めた音楽活動、身近な地域活動の大切さを感じて行動に。宮城丸美さん、地域音楽コーディネーター。地域と人を音楽で結ぶための活動をサポート、活動団体が独立するための支援も行っています。コミュニティプラザヤシオの立ち上げ時に集まった仲間と地域に貢献したい。杉本義雄さん、 NPO 法人共同まちづくり理事長。コミュニティプラザヤシオで交流サロンの運営や助け合い事業を行っています。以上です。地域で様々な活動を実践しています。幅広い分野で地域的、社会的課題を様々な立場から一緒に考え活動を行っています。子育て支援、高齢者福祉、青少年の育成、防犯防災、環境問題、芸術文化活動、人権問題、外国人支援、地域のまちづくり、障害学習の支援、地域スポーツ推進など。品川子ども劇場、さまざまな体験を通じてとびっきりの子ども時間も過ごしてほしい。 IWC 国際市民の会、日本語教室やイベントを通じた国際交流を目指しています。誰もが共に連絡会、イベントなどを通して誰もが共に生きられる地域社会を目指しています。ふれあいの家おばちゃんち、世代を超えてふれあいのある町を目指し、区と実行委員会と共催で子育てメッセを開催。パルレ、発達障害について理解を深めたい。共同まちづくり、互いに助け合う住みよい町を目指します。暮らしの IT 普及会、 IT を優しく楽しく安全にをモットーにサポートしています。もったいない塾、もったいない精神を社会貢献につなげます。生活工房一工夫、スマートフォンやパソコンなどの活用で生活を便利にし、趣味を広げてもらいたい。ヤシオハーモニー、ヤシオの地域特性を生かした街づくりに取り組んでいます。団体のネットワークで活動の輪が広がっています。共同ネットワーク品川、どなたでも入れるネットワークで、共同による豊かな街づくりのための連携を目指しています。会員同士の情報交換の機会作りや情報誌の発行、勉強会、見学会などを実施。
肩肘張らず気軽に携わることができるネットワークを構築し、地域の元気を実現するために活動しています。ネットワークを広げて活動をもっと大きく。坪井仁さん、共同ネットワーク品川運営委員長、認定 NPO 法人 AAR ジャパン難民を助ける会プログラムコーディネーター。共同ネットワーク品川の活動を始めて今年で6年を迎えました。会員は個人ボランティア、町会、自治会、 NPO、 大学、社会福祉法人など個人34名、41団体まで増え、活動の幅も広がりを見せています。各団体や個人が情報を共有したり交流したりすることで、これまで気づかなかった発想や考えも多く提案されています。熱意ある会員の皆さんと今後も活動の輪が広がり、つながるよう尽力していきます。情報を探そう、品川スマイルネット。地域活動に参加したい方を対象とした区内で活躍しているさまざまな団体の情報を得られるサイトです。品川スマイルネットに登録すると、会員の募集やイベントの告知もできます。登録要件があります。お問い合わせ先、登録については地域活動課共同推進係へどうぞ。操作方法については品川スマイルネット運営委員会へどうぞ。こちら月曜日と木曜日の午後1時から5時まで受け付けています。電話番号は 3790-2330 番。ホームページは http://shinagawa-smile.net/ です。交流してみよう。地域でつながるみんなの暮らし展2019、区内で活動する地域貢献団体の見本市です。各団体がブース出展やステージ発表で活動を紹介。幅広い世代の団体と来場者が交流できる場としてにぎわいます。2月23日土曜日午前10時から午後4時まで、会場は大井町駅前のキュリアンイベントホールほかです。お問い合わせは地域活動課共同推進係へどうぞ。団体同士がつながり、区と共同することでさらに大きな活動に。子ども・若者応援フリースペース。品川区や大田区で活動する8つの NPO 法人や団体で構成する子ども・若者応援ネットワークが、子ども・若者応援フリースペースを運営。不登校、高校中退、ニート、引きこもりなど、社会に生きづらさを感じる子どもや若者の居場所となるスペースを提供しています。団体と区の専門性を生かし、区との共同で社会課題を解決する取り組みです。所在地は中延 2-2-12、 3階にあります。電話番号は 6421-5471 番です。利用は月曜日、水曜日、金曜日の午前10時から午後7時まで。専門スタッフが常駐しています。グループ活動をサポートしたり相談も受けています。子どもから若者まで利用は無料です。学校や社会への一歩をためらっている子どもや若者たちが安心して過ごせる空間も提供しています。さまざまな活動、いろいろな経験、一人でのんびりするもよし、みんなで食事を作ったり話をしたり遊んだりと自由に過ごせる空間をみんなで一緒に作っていきます。安心できる居場所を作る子ども・若者応援ネットワーク。安心できる、自信がつく、仲間がいるがフリースペースのコンセプトです。ここでは利用者とスタッフの垣根もなく、自由にのびのびと楽しく過ごしています。そしてさまざまな悩みや不安について一緒に考えながら自信を回復し、次の一歩を踏み出して、うまくいってもいかなくても安心して帰ってこられる、
そんな場作りを目指しています。家や学校、職場で一人ぼっちでいる子どもや若者たちはたくさんいます。そんな彼らにここに居場所があるよというメッセージが届くように、いろいろ発信していきたいと思います。子ども・若者応援ネットワークは NPO 法人ふれあいの家おばちゃんち、 NPO 法人ウーブ、 NPO 法人パルレ、 NPO 法人教育サポートセンターミレ、 NPO 法人夢の地図みんなの家夢っ子、 NPO 法人品川チャイルドライン、 NPO 法人ファミリーサポートチキチキネット、任意団体虹の船。お問い合わせは子ども育成会、どうぞ。電話は 5742-6720 番、ファックスは 5742-6351 番です。区内で公益活動に取り組む団体を応援しています。区民活動助成制度、区内で行われる公益活動事業に対して助成金を交付し、目的達成をサポートする制度です。30年度は17団体に交付、それぞれが地域に貢献する活動を行っています。区民活動助成制度の助成金は、皆様からの寄付金も積み立てた品川区地域振興基金で成り立っています。区民活動助成制度を利用して団体と来場者がつながるイベントを開催しました。12月8日に開催しました健康生きがいメッセ2018、スクエア荏原で行われた健康生きがいメッセが今年で4回目を迎えました。地域で活動している40の団体がブースを出展し活動を紹介、今後も出展団体同士の交流から支え合いの活動を広げていきます。参謀よしの地域づくりを広げたい、松田誠一さん。健康生きがいメッセ実行委員会プロデューサー。それぞれの団体は自分たちの特徴を生かして地域を支え合い、共同のネットワークで町全体が活性化するよう目指しています。参加した団体同士の交流から新しいアイデアが生まれ、さらにイベントに訪れた方に活動内容を理解してもらうことで、観客からプレイヤーへと導けるよう努めています。活動に興味がある方はぜひ遊びに来てほしいです。今後もイベントなどを通じ、自分、相手、そして地域にとって良い、参謀よしをモットーとした地域づくりを続けていきます。以上、お問い合わせは地域活動課共同推進係へどうぞ。電話は 5742-6693 番、ファックスは 5742-6878 番です。今、品川区では、でした。次は国土交通省による羽田空港機能強化に関する区内地域への個別説明会のお知らせです。国の担当者が直接説明する区内個別説明会を開催します。今後他の地域についても順次開催する予定です。では日程、会場、対象の住所をお伝えします。まず品川第一地域センター管内にお住まいの方、2月6日水曜日、会場は東品川 1-8-30 台場小学校体育館です。対象の住所は北品川、東品川1丁目2丁目3丁目の1番15号から21号、5丁目南品川1丁目2番から9番10番3号から16号、2丁目9番3号から9号、4丁目1番3号から14号、4丁目2番23号から37号、東五反田2丁目16番から22番、3丁目18番19番20番17号。次は大崎第一地域センター管内にお住まいの方、
2月14日木曜日、会場は上大崎 1-19-19 第三日野小学校第一体育館です。対象の住所は上大崎東五反田1丁目2丁目1番から15番3丁目1番から17番、3丁目20番1号から16号、20号から22号、21番、4丁目5丁目西五反田、こちら8丁目4番14号15号を除きます。大崎4丁目12番29号30号、4丁目13番、小山台1丁目32番1号から6号、19号、20号、33番5号から14号、小山1丁目1番2号から7号、2番1号、2号、3番3号から9号、4番1号から4号、35号、荏原1丁目1番2号、38号、2番1号から4号、16号、17号、5番1号から6号、20号、21号、6番1号から3号、15号、16号、9番1号から4号、13号、14号、10番1号から6号、14号、13番1号から3号、7号、8号、14番1号から6号、13号、14号。続いて大崎第二地域センター館内にお住まいの方、2月20日水曜日です。会場は西品川 3-16-28 三木小学校体育館です。対象の住所は西五反田8丁目4番14号15号、大崎1丁目から3丁目4丁目1番から11番、12番1号から27号、5丁目、西品川1丁目1番から24番、27番、2丁目1番から8番、9番、2号から14号、10番から24番、3丁目、豊町1丁目2番4号、6号から15号、戸越1丁目25番1号から9号、26番1号から4号、25号、27番1号から12号、32号から34号、29番1号から10号、29号から34号、31番。そして大井第三地域センター館内にお住まいの方、2月21日木曜日に行います。会場は大井 6-1-32 大井第一小学校体育館です。対象の住所は大井6丁目7丁目西大井2丁目から5丁目6丁目2番から18番です。開催時間は午後7時から8時半です。お問い合わせ先です。国土交通省羽田空港のこれからに関する電話窓口、フリーダイヤルで 0570-001-160 番です。 IP 電話からは電話 5908-2420 番、またお問い合わせ品川区環境課、電話は 5742-6751 番、ファックスは 5742-6853 番、品川区都市計画課、電話 5742-6760 番、ファックスは 5742-6889 番です。国土交通省による羽田空港機能強化に関する区内地域への個別説明会のお知らせでした。続いてお知らせです。広報品川を個別配送します。
広報品川は新聞折り込みのほか、区立施設、区内のすべての駅、郵便局などで配布しています。区内にお住まいでご希望の方には個別配送しています。お申し込み、お問い合わせ、電話またはファックスでお願いします。住所、氏名、年代、電話番号を広報広聴課へお知らせください。電話番号は 5742-6644 番、ファックスは 5742-6870 番です。遠隔手話通訳サービスを実施しています。タブレット端末のビデオ通話機能を利用して、区役所外にいる手話通訳スタッフが来庁者の手話を音声に、職員の音声を手話に同時通訳します。2月28日木曜日までの月曜から金曜日の間、午前9時から午後5時まで。設置場所は本庁舎3階の総合案内です。戸籍住民課、税務課、国保医療年金課、障害者福祉課に持ち込みもできます。お問い合わせは商業ものづくり課へどうぞ。電話は 5498-6340 番、ファックスは 5498-6338 番です。家賃助成のあるサービス付き高齢者住宅4棟の入居待機者を募集中です。安否確認、緊急対応、生活相談サービスなど、24時間体制の見守りを付加した家賃助成のあるサービス付き高齢者住宅の入居待機者を募集します。募集するのは次の通りです。ケアホーム西大井広報園、所在地は西大井 2-5-21、 個数は42個で、このうち単身用36個、2人用は6個です。管理者、またお問い合わせは広報園、電話は 5718-1331 番。開設日は21年3月1日、種別は民間型、特定施設です。コムニカ、所在地は旗の台 4-5-17、 個数は15個で単身用のみです。管理者、お問い合わせは新井湯、電話は 5788-6162 番です。開設日は24年3月1日、種別は民間型です。区立大井林町高齢者住宅、所在地は東大井 4-9-1、 個数は90個で、このうち単身用78個、2人用12個です。管理者、お問い合わせは桜会、電話 5495-7080 番。開設日は24年6月1日、種別、区立型です。カルナ五反田、所在地は西五反田 3-10-9、個数は21個で単身用のみです。管理者、お問い合わせは青葉会、電話は 5496-0671 番。開設日は27年2月1日、種別民間型になります。以上です。募集人数、各住宅5人から10人程度になります。家賃は月額7万5000円から13万円。基本生活支援サービス費1万円から4万1000円。教育費1万円から3万1000円。光熱費は別になります。なお、所得によって家賃助成があります。2万5600円から4万円です。申し込み資格です。住宅により、区内在住6ヶ月以上など、こういった申し込みの資格があります。詳しいことは各住宅の待機者募集のご案内をご覧ください。申し込み書の配布場所は各住宅、また本庁舎3階の高齢者地域支援課です。受付期間は3月31日日曜日まで。受付場所は各住宅になります。
お問い合わせ各住宅または高齢者地域支援会どうぞ。電話番号は 5742-6735 番、ファックスは 5742-6882 番です。認知症講演会を開きます。認知症と共に歩む私たちは向き合い続ける。2月23日土曜日午後1時から3時半まで、会場は中延 1-9-15 荏原文化センター大ホールです。対象は区内在住か在勤の方、定員は先着で400名です。内容です。1部と2部があります。第1部は我が町の認知症カフェ、講師は西五反田ホームヘルパーステーション所長の山田哲司氏。第2部は介護で介護、2つ目の介護は心よく守るという字です。介護で介護、実母の在宅介護10年の経験、介護をポジティブに切り替える方法。講師はエッセイストの安藤和志です。手話通訳がつきます。申し込み方法です。2月14日木曜日までに電話またはファックスでお願いします。ファックスの場合、講演会名、住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。お申し込みお問い合わせ先、高齢者福祉課認知症対策係、電話は 5742-6802 番、ファックスは 5742-6881 番です。続いて、乳幼児の子育て、介護リフレッシュに保養所をご利用ください。詳しいお問い合わせは各施設へどうぞ。品川荘は伊東市広野 1-3-17、 電話は 0557-35-0321 番、ファックス番号は 0557-35-0345 番です。ホームページはhttp://www.shinagawasou.com/ です。もう一箇所は高輪荘です。こちらは日光市細尾町676-1、電話は 0288-54-0988 番、ファックス番号は 0288-54-0954 番。ホームページは http://www.korinsou.com/ です。予約の受付時間は午前9時から午後6時までになります。区内在住在勤在学区民の方は、利用する月の6ヶ月前の1日から、8月分の受付は2月1日金曜日からになります。区民以外の方は利用する月の4ヶ月前の1日から受け付けます。代表者の住所、氏名、電話番号、利用する施設、利用月日、人数などを電話、ファックス、あるいはホームページ予約フォームから各施設へ直接申し込んでください。予約の受付は先着順です。ただし繁忙期は抽選になります。締め切りはそれぞれの受付開始の月の月末です。なお品川荘の繁忙期は7月20日土曜日から8月24日土曜日、高輪荘の繁忙期は8月11日祝日から16日金曜日です。区民の方は区の補助により料金の割引があります。宿泊の時に住所などが確認できるものを宿泊者全員分お持ちください。住所などが確認できるものというのは、運転免許証や健康保険証、社員証など、障害のある方は障害者手帳など、要介護高齢者の家族介護者は要介護者の介護保険、被保険者証の写しなど、以上のものをお持ちください。確認できない場合は補助は受けられません。品川荘、高輪荘を運営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。詳しいことはホームページをご覧いただくか、各施設へお問い合わせください。
詳しいことは地域活動課へどうぞ。電話は 5742-6687 番、ファックスは 5742-6877 番です。変わりまして、エキシビショニズム、ザ・ローリングストーンズ展、史上最強のロックバンドザ・ローリングストーンズ自身のプロデュースによる大規模な企画展がついに日本に上陸。アジア地区唯一の開催です。期間は3月15日金曜日から5月6日休日まで、月曜日から土曜日、祝日の前日は午前11時から午後8時です。最終入場は午後7時半です。日曜日祝日は午前11時から午後6時、最終入場は午後5時半になります。会場は西五反田 6-6-19 TOC 五反田メッセ。料金です。入場チケット一般前売りで3200円、一般当日で3500円です。それから学生、中学生、高校生、大学生、専門学校生、2000円です。他にも VIP チケット、グッズ付きチケットなどがあります。チケットはローソンチケット、チケットピアで販売します。詳しいことは公式ホームページをご覧ください。公式ホームページは stonexhibition.jp/です。このザ・ローリングストーンズ展招待券をプレゼントします。招待券を10組20名にプレゼントします。対象は区内在住在勤在学の方。申し込み方法です。2月1日金曜日必着で、はがきでお願いします。1人1枚になります。はがきにザ・ローリングストーンズ店と明記して、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をお知らせください。申し込み先は郵便番号 150-6024 YGP 局、アルファベット YGP 局、支所箱5026号ディスクガレージ RSE プレゼント係です。なお個人情報、住所、氏名、電話番号はプレゼント発送にのみ使用し、他の目的には使用しません。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。お問い合わせはザ・ローリングストーンズ店インフォメーション、ナビダイヤルで 0570-063-0500 番、お問い合わせまたは文化観光課観光推進係へどうぞ。電話は 5742-6913 番、ファックスは 5742-6893 番です。今度は就業センター就職応援セミナーと合同就職面接会のご案内です。2月15日金曜日に行います。会場は西品川 1-28-3 中小企業センター。就職応援セミナー、労働基準監督官による労基法セミナー、時間は午後1時から2時まで。対象は就職活動中の方、定員は先着で20名です。お申し込みは電話でハローワーク品川へどうぞ。電話番号は 5418-7304 番です。セミナーのみの参加でも構いません。もう一つ、合同就職面接会、こちらは午後2時半から4時まで行います。受付は午後3時半まで。なお午後2時15分から参加企業 PR タイムがあります。対象は区内の中小企業に就職を希望する方、参加者数は5社程度、募集職種は事務職、営業職、他を予定しています。参加方法です。当日履歴書を持って直接会場へどうぞ。参加企業の求人内容など詳しいことはハローワーク品川のホームページをご覧いただくかお問い合わせください。ホームページは http://www.tokyo-hellow.org
http://mhlw.go.jp/list/shinagawa.html です。お問い合わせ先はハローワーク品川、電話 5418-7304 番、または品川区就業センター電話 5498-6353 番、ファックスは 5498-6354 番です。次にマイガーデン南大井利用者を募集します。区民農園です。利用期間は4月から2020年の2月。募集数は抽選で32区画です。場所は南大井 1-13 南児童遊園内、マイガーデン南大井。対象は区内にお住まいの方。現在利用している方は申し込めません。費用です。1区画10平方メートルで2万2000円、11ヶ月分です。申し込み方法、2月1日金曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきにマイガーデン南大井と明記し、住所、氏名、電話番号、そして動機を書いてください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-8715 品川区役所公園課公園維持担当、電話番号は 5742-6789 番、ファックスは 5742-9127 番です。なお、家族内での複数の応募や必要事項が書かれていない場合は落選となります。また、他人名義での利用はできません。公開抽選を行います。2月13日水曜日午後2時から、会場は第2庁舎5階区役所252会議室です。続いて、フォレスタコンサートインキュリアン。日本の素晴らしい風土と文化を歌い継ぐコーラスグループのコンサートを開きます。日程です。1と2があります。1は4月2日火曜日午後3時開演、2は4月3日水曜日午後1時開演です。会場はそれぞれ30分前になります。場所は大井町駅前のキュリアン大ホールです。入場料は全席指定席で5800円。チケットの発売開始日は1月25日金曜日です。発売初日は1人2枚までになります。窓口販売、午前9時からキュリアンスクエアエバラメープルセンター、午前10時からは大美術館です。なお、大美術館は初日のみ午前9時から発売します。電話予約は午前9時から受け付けます。初日のみ午前10時からになります。電話予約はチケットセンターキュリアへどうぞ。またインターネット予約は午前9時から、http://www.shinagawa-culture.org.jp/ です。電話予約では座席の選択はできません。また、就学前のお子さんは入場できません。お問い合わせはチケットセンターキュリアへどうぞ。電話番号は 5479-4140 番、ファックスは 5479-4160 番です。変わって五反田文化センタープラネタリウム、2月のプラネタリウム、特別投影などの会を除いて開催しています。詳しいことはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。土曜日、日曜日、祝日は午前11時から、午後1時半から午後3時半からになります。午前11時は小学3年生以下親子向け投影です。そして午後3時半からは特集のお話になります。ヒーリングプラネタリウム、こちらは2月1日金曜日。定員は先着でそれぞれ86名です。小学生未満は保護者同伴で入場してください。費用はそれぞれ200円、4歳から中学生は50円です。観覧方法、当日直接会場へどうぞ。そしてお昼のくつろぎプラネタリウム、こちら無料です。親子シートがあります。
水曜日と木曜日午後0時35分から50分まで。このほか次の登演も行っています。天文講演会、日本人宇宙飛行士の活躍、こちら2月2日土曜日午後3時半から5時まで。講師は JAXA 宇宙教育センター長の広浜英二郎氏。対象は小学生以上の方、定員は抽選で86名です。参加費用は300円、小中学生は100円です。特別投影、林幹事の星空散歩、こちらは2月16日土曜日午後3時半から5時まで。対象は小学生以上の方、定員は抽選で86名、費用は300円、小中学生は100円です。もう一つ、天体観望会、大犬座と小犬座、プラネタリウムの投影のみ開催します。こちらは2月22日金曜日午後6時半から7時半まで。講師は松谷健氏、宮坂則雄氏、定員は抽選で60名です。中学生未満は保護者同伴で参加してください。申し込み方法です。天文講演会は25日金曜日必着、特別投影は2月5日火曜日必着、天体観望会は2月12日火曜日必着です。いずれも往復はがきで申し込んでください。はがき1枚で4名まで申し込めます。はがきにはイベント名、住所、電話番号、参加者全員の振り仮名をつけた氏名、年齢を明記してください。申し込み先は五反田文化センターです。なお、定員に満たない場合は、天文講演会については1月29日火曜日、特別投影は2月7日木曜日、天体観望会は2月14日木曜日、いずれも午前10時から電話で先着順に受け付けます。会場また問い合わせ先、郵便番号 141-0031、 西五反田6-5-1、五反田文化センター。電話番号は 3492-2451 番、ファックスは 3492-7551 番、ホームページは http://shinagada-high-gotanda-planetarium.com/です。続きまして、31年度非常勤職員募集のご案内です。全部で4種類あります。1はネウボラ相談員、応募資格看護師、保健師、助産師のいずれかの資格を有する方、報酬は月額で20万8000円です。2は子育てネウボラ相談員、応募資格は臨床心理士、社会福祉士、教員、保育士のいずれかの資格を有し、採用日現在2年以上実務経験があるか同等以上の知識及び経験を有すると特に認められる方、報酬は月額16万7000円です。1、2、どちらも勤務内容は子育て全般の相談、子育てサービス情報の提供など、勤務場所は児童センターです。他の館への巡回があります。勤務日数は週4日です。勤務時間は月曜日から土曜日午前9時半から午後4時半です。申し込み締め切り日は2月4日月曜日、この日の消印まで有効になります。非常勤職員に続いて、3、児童相談指導員、勤務内容です。児童相談所業務の助言及び相談対応技術向上に向けた助言指導です。応募資格です。児童相談所におおむね5年以上勤務した経験があり、児童福祉の観点から児童問題の相談助言に当たることができる知識経験も有する方、勤務場所は子ども育成課児童相談係、勤務日数は週3日です。
勤務時間月曜日から金曜日午前8時半から午後5時15分です。報酬は月額20万1500円です。申し込みの締め切り日2月4日月曜日、この日の消印まで有効です。4、面接相談専門員。勤務内容です。一人親家庭などに関する相談及び情報提供。応募資格です。社会福祉士などの資格を有し、福祉職場での相談員経験がある方。勤務場所は子ども家庭支援課です。勤務日数は月12日。勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分です。報酬は月額17万2800円です。申し込みの締め切り日1月29日火曜日、必着になります。なお、勤務時間には休憩1時間も含みます。任用期間はいずれも4月1日から2020年3月31日。4の面接相談専門員については4月2日からになります。募集人数は若干名です。申し込み方法です。希望職種を記載した写真を貼った履歴書を1のネウブラ相談員、2の子育てネウブラ相談員、3の児童相談指導員については、郵便番号 140-8715 品川区役所第二庁舎7階子ども育成課、こちらへお送りください。電話番号は 5742-6959 番、ファックスは 5742-6351 番です。4の面接相談専門員については、郵便番号 140-8715 品川区役所本庁舎7階子ども家庭支援課、こちらへお送りください。電話番号は 5742-6589 番、ファックスは 5742-6387 番です。いずれも直接お持ちいただいても構いません。交通費は区の規定によって支給します。また、社会保険などがあります。履歴書は返却しません。一次書類選考後、面接を行います。1から3については2月20日水曜日、4については2月7日木曜日に予定しています。1から3の書類選考の結果は2月16日土曜日までに通知します。また、1と2は3月13日水曜日に任用者説明会を実施する予定です。以上、お知らせでした。健康ガイドをお届けします。まず、問い合わせ先をお伝えします。品川保健センター、郵便番号 140-0001 北品川3-11-22、電話 3474-2225 番、ファックス 3474-2034 番。大井保健センター、郵便番号 140-0014 大井 2-27-20、 電話 3772-2666 番、ファックス 3772-2570 番。エバラ保健センター、郵便番号 142-0063 エバラ 2-9-6、 電話 3788-7016 番、ファックス 3788-7900 番。以上です。保健センターの心の健康専門医相談2月精神保健相談心の病気など、品川保健センター1日金曜日、大井保健センター13日水曜日、エバラ保健センター15日金曜日。うつ病安心相談、品川保健センター22日金曜日、大井保健センター13日水曜日、エバラ保健センター27日水曜日。高齢期の心の相談、品川保健センター26日火曜日、大井保健センター19日火曜日、エバラ保健センター
13日水曜日、児童思春期の心の相談、品川保健センター6日水曜日、大井保健センター14日木曜日、荏原保健センター28日木曜日。問い合わせは各保健センターまでお願いします。がん検診健康審査など一部有料です。職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは区ホームページをご覧になるか健康課へお問い合わせください。乳がん検診予約制受診券があります。34歳以上の女性、偶数年齢時。なお、29年4月1日より試食診はなくなりました。各医師会契約医療機関検診者で行います。子宮がん検診受診券があります。20歳以上の女性、偶数年齢時。大腸がん検診40歳以上、喉頭がん検診予約制40歳以上喫煙者など。前立腺がん検診55歳以上の男性。20歳からの検診20歳から39歳。なお、30年度まで16歳から19歳の女性も受診できます。以上は契約医療機関で行います。胃がん検診は対象年齢が重なった方は次のどれか一つを選択してください。胃がん内視鏡検診予約制受診券があります。50歳以上偶数年齢時。胃がんリスク検診受診券があります。50歳55歳60歳65歳70歳75歳で受けたことがない方。以上は契約医療機関で行います。胃がんバリウム検診予約制受診券があります。40歳以上偶数年齢時。各医師会で行います。肺がん検診予約制40歳以上。一般コースは各医師会契約医療機関で、ヘリカル CT コースは各医師会で行います。成人歯科検診受診券があります。20歳25歳30歳35歳40歳45歳50歳55歳60歳65歳70歳契約医療機関で行います。障害者歯科検診20歳から39歳。各歯科医師会へ電話で事前連絡してください。結核検診予約制65歳以上、契約医療機関で行います。肝炎ウイルス検診予約制受けたことがない方、品川荏原保健センター契約医療機関で行います。問い合わせ健康課、電話 5742-6743 番、ファックス 5742-6883 番。品川区医師会、電話 3474-5609 番、荏原医師会、電話 3783-5168 番。品川歯科医師会、電話 3492-2535 番、荏原歯科医師会、電話 3783-1878 番です。健康審査も行っています。問い合わせ40歳から74歳の方、品川区国民健康保険の方は国保医療年金課保険指導係、電話 5742-6902 番、ファックス 5742-6876 番。品川区国民健康保険以外の方、加入する医療保険者にお問い合わせください。75歳以上の方、国保医療年金課高齢者医療係、電話 5742-6736 番、ファックス 5742-6736
6741番です。健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日夜間、診療時間月曜日から金曜日の午後8時から11時まで、受付は10時半まで。品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8、 昭和大学病院中央棟4階、電話3784-8181 番。なお、外傷は対応できません。休日昼間夜間、診療時間午前9時から午後10時まで、受付は午後9時半まで。1月27日日曜日、内科小児科、品川区医師会休日診療所、北品川 3-7-25、 電話3450-7650番。荏原医師会休日診療所、中延 2-6-5、 電話3783-2355番。薬局、品川薬剤師会薬局、北品川 3-11-16、 電話3471-2383番。荏原休日応急薬局、中延 2-4-2、 電話6909-7111番。休日昼間、診療時間午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半まで。1月27日日曜日、内科小児科岩畑医院、大井 1-55-14、 電話3775-1551番。歯科、塩津歯科医院、南品川 2-4-5、 電話3471-0750番。鈴木歯科クリニック、豊町 6-5-5、 電話3785-7764番。接骨、山根接骨院、西品川 1-23-15、 電話3779-9137番。武石接骨院、豊町 2-17-8、 電話3781-4450番です。土曜日夜間、午後5時から午後10時まで、受付は午後9時半まで。1月26日土曜日、小児科品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8、 昭和大学病院中央棟4階、電話3784-8181番。外傷は対応できません。重病の方は119番をご利用ください。なお、受付時間にご注意ください。眼科の救急診療、日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日、東邦大学医療センター大森病院、大田区大森西 6-11-1、 電話3762-4151番。日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、祝日、昭和大学病院附属東病院、西中延 2-14-19、 電話3784-8383番。木曜日、祝日も含む、荏原病院、大田区東雪ヶ谷 4-5-10、 電話5734-8000番。診療時間、日曜日祝日は午前9時から翌日の午前8時まで、月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで、土曜日は正午から翌日の午前8時まで。緊急手術や重症患者対応時は診療をお待ちいただくか、退院を紹介する場合があります。医療機関の24時間案内、東京都保健医療情報センターひまわり、電話5272-0303番、ファクス
5285-8080 番。救急相談センター、救急車を呼ぶのを迷ったら、電話#7119 番。IP 電話などは、電話3212-2323番です。お子さんの急な病気に困ったら、小児救急電話相談をご利用ください。電話#8000番。IP 電話などは、電話5285-8898番。月曜日から金曜日の午後6時から午後11時までです。土曜日、日曜日、祝日は午前9時から午後11時までです。以上、応急診療所のご案内でした。続いてキッズクラブです。シルバー人材センターのおさらい塾、教員経験のある会員が学校の教科書を使用し基礎的な補習教室を行います。4月から2020年3月、小学5年生は木曜日、小学6年生は金曜日。時間は午後4時15分から午後5時半。会場は江原 6-2-8エバラ生き生きクラブ。内容は国語、算数。対象定員は小学5年生、6年生、先着で各10人。費用は各月3500円。申し込み問い合わせは電話でシルバー人材センターエバラ支部まで。電話5751-3334番、ファックス5751-4821番です。4月からのスマイルスクールの利用申し込みを受け付けます。利用日、月曜日から土曜日、祝日年末年始は除きます。利用時間、学校がある日、放課後から午後7時、学校が休みの日、午前8時15分から午後7時。午後5時以降は延長利用のため、保護者の就労などの理由が必要で事前申請となります。なお、午後6時以降は1年生から3年生が利用できます。対象、区立小学校義務教育学校前期課程の1年生から6年生になるお子さんと、区内在住の国公立私立小学校に通うお子さん。区立学校に就学するお子さんは、就学する学校内のスマイルスクールのみ利用できます。利用料、午後5時まで月250円、午後6時まで月3250円、午後7時まで月4250円。申し込み書など配布方法、新1年生は郵送、新2年生から6年生は学校スマイルスクールを通じ配布します。申し込み、2月1日金曜日から28日木曜日、日曜日祝日を除く午後1時15分から6時の間に申し込み書ほかを利用予定のスマイルスクールへ持参してください。国公立私立に通う初めてスマイルスクールを利用するお子さんは、子ども育成課育成支援係へ持参してください。土曜日曜日祝日は除きます。なお、現在利用している方で4月以降も利用希望の方は申し込みが必要です。問い合わせ、第2庁舎7階子ども育成課育成支援係、電話5742-6596番、ファックス5742-6351番です。保育園幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください。区立保育園幼稚園では随時保育体験や子育て相談、園庭開放、季節の行事などを実施しています。対象、区内在住で保育園幼稚園に通っていない就学前のお子さんと保護者、祖父母、妊産婦の方。定員は実施園実施内容により異なります。2月に参加できる主な事業、園庭開放、月曜日から金曜日、八津山保育園、東五反田保育園、富士見台保育園、伊藤保育園、西中延保育園、大井保育園、
北品川保育園、月曜日から土曜日平塚保育園、火曜日から金曜日江原西保育園、水曜日金曜日江原保育園、1日は除きます。木曜日一本橋保育園、4日月曜日平塚健やか園、6日水曜日、13日水曜日、27日水曜日第一日の健やか園、12日火曜日双葉健やか園、伊藤幼稚園。身体測定、5日火曜日五反田保育園、西五反田第二保育園幼児、6日水曜日五反田保育園、西五反田第二保育園乳児、東品川保育園。未就園児交流会、12日火曜日伊藤幼稚園、20日水曜日城南幼稚園。作品展、12日火曜日から14日木曜日旗の台保育園、14日木曜日から16日土曜日江原西保育園。節分行事、1日金曜日品川保育園、豊保育園、南豊保育園、八津山保育園、小山台保育園。保育体験、日程など詳しくは各園へお問い合わせください。いずれも申し込み参加方法、希望日前日の午後5時までに希望の園へ。問い合わせ、実施園保育課施設運営係、電話 5742-6724 番、ファックス 5742-6350 番です。キッズクラブでした。変わってリサイクルゴミコーナーです。ご協力ください。拠点回収、古着、古布、廃食用油、不要園芸土、小型家電、特定品目。2月9日土曜日、23日土曜日、午前10時から正午、小学校など31箇所です。小学校、台場、三次、第一日野、第三日野、後ろ寺、小山、第二円山、大原、鈴ヶ森、浅間台、慶応、城南第二、立ち合い、旗の台、大井第一、円山、宮前、宝水、伊藤、源氏前、小山台。日野、伊藤、法要の森学園、地域センター、品川第一、大崎第一、大井第二、大井第三、八潮。区役所、品川区清掃事務所。雨天決行です。回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為はおやめください。使用済み家庭用インクカートリッジの回収、区役所・地域センターなど26カ所で回収しています。リサイクル情報誌くるくる1日発行、譲りたいもの、譲ってほしいものを紹介し、区施設などに置いてあります。3月号の掲載は2月20日水曜日までに電話かファックスでお申し込みください。リサイクルショップリボン、18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望する方は電話か店頭で予約してください。出品時、住所・年齢の確認できるものが必要です。大井町店、広町 2-1-36 第3庁舎2階、電話 5742-6933 番、ファックス 5742-6945 番。営業時間午前10時から午後5時半。取扱い商品は家具、インテリア用品、贈答品など。家具など自分で持ち込みできない方に運送業者を紹介します。運送料は有料です。チャイルドフェア新学期関連出品募集、2月3日日曜日から9日土曜日、出品は1人1回限り5点まで。区内の小中学校、義務教育学校の制服、クリーニング済みでほつれや破れがないもの、靴、学習机など。予約してからお持ちください。
旗の台店、旗の台 5-13-9、旗の台駅南口下車、電話 5498-7803 番、ファックス 5498-7804 番、営業時間午前11時から午後7時、4月から土曜日、日曜日、祝日は午後6時までに変更予定です。取扱い商品、衣服など日用品。春の入園入学用品、婦人フォーマル出品募集。1月22日火曜日から27日日曜日、午後1時から4時。出品は1人1回限り10点まで。予約なしで身分証明書をお持ちください。詳しくはお問い合わせください。いずれも手数料出品1点につき100円、家具は300円から500円、販売実費として売上の 42% をいただきます。不用品交換情報ボードは無料です。来店時には買い物袋をお持ちください。定休日両店とも水曜日、なお大井町店は4月から土曜日に変更予定です。フリーマーケット、お越しください。2月14日木曜日午前10時から午後1時、雨天中止です。会場は大崎 3-17 峰原公園。問い合わせは菊田さんまで。電話 3490-8407 番です。品川区は都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトに参加し、拠点回収などで集めた小型家電を東京2020大会のメダル製作に提供しています。品川図書館でも回収を始めました。開館日の午前9時から午後8時。家庭用電気式生ごみ処理器購入費の一部助成、助成額対象など詳しくはお問い合わせください。区のホームページから電子申請もできます。注射針は区では回収できません。使用済み注射針回収薬局の看板のある薬局へお持ちください。問い合わせ郵便番号 141-0032 大崎 1-14-1 品川区清掃事務所、電話3490-7098 番、ファックス3490-7041番です。リサイクルゴミコーナーでした。今度は情報ファイルお知らせです。1月31日木曜日は特別区民税・都民税普通徴収第4期分の納期限です。口座振替え・自動払い込みやコンビニエンスストアでの納付、携帯電話を利用したモバイルレジでの納付もできます。クレジットカード、ATM、インターネットバンキングも利用できます。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。納期限を過ぎてから納付した場合は督促状が送付されることがあります。問い合わせ税務課収納管理係、電話 5742-6669 番、ファックス 3777-1292 番です。特別区民税・都民税・住民税の申告書を発送します。31年度住民税の申告書は2月4日月曜日に発送予定です。申告受付期間など詳しくは広報2月11日号でお知らせします。問い合わせ税務課課税担当、電話 5742-6663 番から6666番、ファックス 5742-7108 番です。空き家相談会、区内にある空き家の問題解決に向け、専門家が無料で相談に応じます。2月25日月曜日、1、午後6時半から午後7時、2、午後7時15分から7時45分。相談時間は1組30分程度です。
会場、区役所第二庁舎5階、253会議室、ほか。対象定員、区内にある空き家の所有者か管理者で、次のいずれかに当てはまる方、先着で各3組となります。空き家の日常管理で困っている。空き家の活用を検討している。申し込み問い合わせ、1月22日火曜日午前9時から、2月15日金曜日に、電話かファクスで希望時間、住所、氏名、電話番号を、住宅か空き家対策担当へ。電話5742-6777番、ファクス5742-6963番です。なお、空き家相談の専用窓口、空き家ホットライン、電話3450-4988番でも相談を受け付けています。第10期廃棄物減量等推進員募集。ゴミの減量とリサイクル活動に積極的に取り組む方を募集します。任期は4月1日から2021年3月31日の2年間。対象定員、区内在住か在勤で20歳以上の方、先行で20人程度。活動費として年間2000円分の区内共通商品券を支給します。活動内容、ゴミの排出抑制と分別の徹底を実践。清掃リサイクル活動を普及啓発。地域の廃棄物の排出状況を報告。申し込み問い合わせ、2月15日金曜日必着。はがきに推進員希望とし、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を書き、郵便番号 141-0032、大崎 1-14-1、品川区清掃事務所へお送りください。電話 3490-7098 番、ファクス 3490-7041 番です。品川区議会議員選挙立候補予定者説明会。4月21日日曜日に行われる品川区議会議員選挙に立候補を予定している方を対象に説明会を開催します。2月15日金曜日午後2時から。内容は立候補届出の手続き、選挙運動など。定員、立候補予定者1人につき2人まで。会場参加方法、当日印鑑を持って直接第二庁舎5階区役所253会議室へ。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 5742-6845 番、ファクス 5742-6894 番です。自宅のリフォーム増改築工事のための融資斡旋をします。工事前にご相談ください。対象工事、工事後に居住する区内にある住宅を含む自宅のリフォーム、建て替え。50平方メートル以上、80平方メートル未満。木造住宅密集地域内の場合は面積を問いません。増改築工事。斡旋条件、金額10万円から1000万円。負担利率、年利 1.3%。災害復旧工事、耐震補強工事、アスベスト除去工事は年利 0.5%。木造住宅密集地域内における耐震補強工事は年利 0.3% です。返済方法。10年以内の元金均等月額償還。繰上返済は一括返済のみ可能です。対象、次のすべてに当てはまる方。1、区内在住の20歳以上の方で、1年以上同一の住宅に居住している。2、前年の所得が1200万円以下で、かつ年間返済金額の3倍以上ある。3、住民税を滞納していない。4、都内か近県に住所があり、十分な保証能力がある連帯保証人を立てられる、または信用保証機関などを利用する。5、申し込み者連帯保証人とも現在この融資を受けていない。
家屋、土地が賃借の場合は所有者から工事の承諾を得ていること。建て替え、増築工事の場合は建築確認の手続きが必要です。斡旋後、金融機関で融資の審査を受けていただきます。問い合わせ、住宅か住宅運営担当、電話 5742-6776 番、ファックス 5742-6963 番です。品川介護福祉専門学校、昼間2年生、2月のオープンキャンパス情報。2月16日土曜日午後2時から4時、内容、体験授業、人の身体の動かし方。学校案内、学費、授業内容、就職状況、入学選考。個別相談なども行います。対象は、介護福祉士を目指している方。会場参加方法、問い合わせ。当日直接、西品川 1-28-3、品川介護福祉専門学校までお越しください。電話 5498-6364 番。ファックス5498-6367 番。なお、学校見学も随時受付中、予約が必要です。区営住宅入居者募集。現在空きのある単身家族向け住宅の入居者を募集します。住宅名と住所をお伝えします。募集個数はそれぞれ1個です。西大井6丁目第3。単身家族。西大井 6-2-16。江原7丁目。単身家族。江原 7-8-3。西大井6丁目。家族のみ。西大井 6-10-21。西大井6丁目第25号棟、家族のみ。西大井 6-17-5。西五反田5丁目13号棟、家族のみ。西五反田 5-6-13。以上です。申し込み用紙配布場所。本庁舎6階住宅課。地域センター、文化センター、サービスコーナー、品川宅建管理センター、部数には限りがあります。申し込み、1月28日月曜日までに配布する申し込み書を2月4日月曜日筆着で、郵便番号 142-0052 東中延 1-4-5-101 品川宅建管理センターへ郵送してください。申し込み資格など詳しくは、品川宅建管理センターへお問い合わせください。申し込み用紙休日配布窓口。1月26日土曜日、江原文化センター、中延 1-9-15。1月27日日曜日、区役所本庁舎3階ロビー。時間は午前10時から午後4時。問い合わせ、品川宅建管理センター。電話 5749-8661 番。住宅か住宅運営担当。電話 5742-6776 番。ファックス 5742-6963 番です。介護者教室。親に介護が必要になったら、介護保険サービスの利用の仕方。2月22日金曜日、午後6時半から午後7時半。定員は先着で10人です。会場申し込み問い合わせ。2月15日金曜日までに電話か直接、西中延 1-2-8 平塚橋悠々プラザまで。電話 5498-7021 番。ファックス 5498-1900 番です。外国人のための無料専門家相談会。弁護士、行政書士、社会保険労務士、心理カウンセラー、宅地建物取引士などが、在留資格、ビザ、結婚、離婚、事故、病気、労働、相続問題などの相談に応じます。2月3日日曜日、午後1時から午後3時半。通訳は、英語、中国語、スペイン語、ベトナム語、タガログ語、フランス語を予定しています。会場申し込み問い合わせ。当日直接第三庁舎4階品川区国際友好協会へお越しください。電話
5742-6517 番、ファクス 5742-6518 番です。大崎悠々プラザ臨時休館。館内設備点検のため臨時休館します。2月11日祝日。問い合わせ大崎悠々プラザ。電話 5719-5322 番。ファクス 3779-2520 番です。江原文化センター工事に伴う貸し出し休止のお知らせ。機械室天井の緊急工事のため、第4講習室の貸し出しを休止します。2月1日金曜日から28日木曜日。問い合わせ、江原文化センター。電話 3785-1241 番。ファクス 5702-2843 番です。親元近居支援事業、3世代スマイルポイント最終募集。区内で親と近居または同居することになった子世帯に対して、転入転居にかかった費用の一部を3世代スマイルポイントとして交付します。上限10万ポイントで、ポイントは区内共通商品券などと交換。第3期募集締め切り1月31日木曜日。申し込みの主な要件。1、子世帯に中学生以下のお子さんがいる。2、子世帯が区外から転入したか、親子の住居間が1200メートル以内になるように、どちらかの世帯が区内転居した。3、近居同居し始めた時点で、親か子の世帯が区内に1年以上居住していた。対象、30年10月から12月に転入転居した世帯。なお、10件を上回った場合は抽選となります。詳しくは住宅課で配布する募集案内をご覧ください。区ホームページからダウンロードもできます。問い合わせ、住宅課住宅運営担当。電話 5742-6776 番。ファクス 5742-6963 番です。品川ワーク、働き方改革、事業所内育児施設整備費助成。事業所内に育児スペースを設けた場合、工事代金や賃料を助成します。助成額、対象経費の2分の1、上限は100万円。対象、区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者。募集期間、2月28日木曜日まで。なお、予算がなくなり次第終了となります。問い合わせ、商業ものづくり課中小企業支援係。電話 5498-6340 番。ファクス 5498-6338 番です。第2回品川区子ども子育て会議を傍聴しませんか ?2 月6日水曜日午後2時から午後4時。会場は江原第5区民集会所、双葉 1-1-2。内容、子ども子育て計画の見直しなど、定員は先着で10人。傍聴方法、当日午後1時半から2階第2集会室で傍聴券を配布。託児あり、事前申し込みが必要です。1月30日水曜日までに保育課へ電話で申し込んでください。問い合わせ、保育課施設運営係。電話 5742-6724 番。ファクス 5742-6350 番です。品川歴史館は休館します。展示替えのため休館します。2月5日火曜日から8日金曜日。問い合わせ品川歴史館。電話 3777-4060 番。ファクス 3778-2615 番です。ウーマンズビジネスグランプリ2019 in 品川観覧者募集。女性起業家のためのビジネスプランコンテストの決勝プレゼンテーションです。2月24日日曜日午後1時半から5時、午後0時45分会場です。場所は北品川 5-5-15 大崎ブライトコアホール。内容、
ファイナリスト8人によるプレゼンテーション、表彰式。終了後交流会があります。事前申し込みで参加費2000円。定員は先着で300人。申し込み、前日午後6時までに電話で武蔵小山創業支援センターまで。電話5749-4540番です。なお、ホームページ、http://www.musashikoyama-sc.jp/からも申し込めます。問い合わせ、商業ものづくり課創業支援担当。電話5498-6333番。ファックス5498-6338番です。情報ファイルお知らせでした。次は税の便りです。確定申告に便利な ID パスワードを取得しませんか？ ID 利用者識別番号とパスワード暗証番号の2つがあれば、自宅から簡単にインターネットで確定申告ができます。 ID とパスワードは税務署で発行しています。運転免許証などの本人確認書類を持って近くの税務署にお越しください。パソコンやスマートフォンから国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーへアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。給与所得者、年末調整済みで医療費控除かふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告する方はスマホ専用画面を利用できます。問い合わせ、品川税務署、港区高輪 3-13-22、 電話 3443-4171 番。江原税務署、中延 1-1-5、 電話 3783-5371 番。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/。 税の便りでした。続いて情報ファイル講座講演です。第29回三徳会生と死を見つめる懇談会、2月16日土曜日午後2時から午後4時。会場は西中延 1-2-8 平塚橋悠々プラザ。内容、講演、高齢者総合診療について。講師は国際医療福祉大学医学部教授岩本俊彦氏。定員は先着で70人。申し込み問い合わせ、2月8日金曜日までに電話で戸越台特別養護老人ホームへ。電話 5750-1054 番。ファックス 5750-1055 番です。健康料理教室、脂質異常症予防の料理教室、コレステロール中性脂肪予防のとっておきメニューを作ります。2月9日土曜日午前11時から午後1時半。場所は大井町駅前キュリアン。内容、牛鍋、ごます和え、茶碗蒸し、カラフル漬物、玄米入りご飯、デザート。対象定員は69歳までの方、先着30人、費用は800円です。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚をお持ちください。運営、品川栄養士会。申し込み問い合わせ、2月7日木曜日までに電話で健康課健康づくり係へ。電話 5742-6746 番。ファックス 5742-6883 番です。シニア情報生活アドバイザー養成講座、シニア世代にパソコンなどの活用方法を教える講師として資格取得を目指します。全5回で2月22日金曜日、3月1日金曜日、11日月曜日、15日金曜日、22日金曜日、午前9時半から午後4時半。最終日は認定試験を行います。
会場は東大井 6-11-11 生き生きラボ関ヶ原。対象定員、区内在住で55歳以上の方、先行で10人となります。費用は9500円。申し込み問い合わせ、2月4日月曜日必着、はがきかファックスで口座名、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、自己 PR を書いて、郵便番号 140-8715 品川区役所高齢者地域支援課介護予防推進係までお送りください。電話 5742-6733 番、ファックス 5742-6882 番です。環境学習講座、江戸時代の公園御殿山。桜の名所として栄えた御殿山の環境の変化を江戸時代を中心に取り上げます。2月24日日曜日午後2時から午後3時半。会場は大井 6-11-1 品川歴史館。対象定員、中学生以上の方、先着で50人です。申し込み問い合わせ、2月18日月曜日までに電話で環境情報活動センターまで。電話、ファックス 5755-2200 番です。なお、ホームページ http://shinagawa-eco.jp/ からも申し込めます。メイプルカルチャー講座、現在募集中の講座です。定員になり次第締め切ります。1. お灸つぼ押し薬膳、全3回2月1日金曜日、15日金曜日、3月1日金曜日、午前10時から正午。定員は先着16人。費用は教材費込みで7350円です。 2. 簡単ビジネス英会話初級、全7回、2月2日から3月16日の土曜日、午前10時半から正午。1月26日土曜日の体験受講が必要となります。費用500円。なお、全10回のうち4回目からの途中入会です。定員は先着8人。費用、教材費込み23,820円。 3. フラメンコ、全8回、1月26日から3月16日の土曜日、午後4時から午後5時15分。全10回のうち3回目からの途中入会となります。定員は先着18人。費用12,000円。4. 初めての2個30分個人レッスン、全3回。2月14日から3月14日の木曜日、午前10時から正午。全5回のうち3回目からの途中入会となります。定員は先着で4人。費用、楽器レンタル代教材費別で9,000円。 5. 声楽アンサンブルの楽しみ、全8回、1月28日から3月25日の月曜日、午後6時半から午後8時。全9回のうち2回目からの途中入会となります。定員は先着で16人。費用、教材費込み12,200円。いずれも会場申し込み問い合わせは電話で西大井駅前メイプルセンターへ。電話 3774-5050 番、ファックス 3776-5342 番です。情報ファイル、講座講演でした。おしまいは情報ファイル催しです。品川&早川ふるさと交流、早川ぶらり街歩きプラン、福寿創作宿場町赤沢。2月15日から28日のうち1泊、宿泊は町営ヘルシー三里、山梨県温泉。対象定員、府内在住で小学生以上の方、先着各9人です。費用は6750円、小学生5620円、
一泊二食付き宿泊費、プログラム参加費、消費税込み。申し込みは電話か E メールでヘルシーみさとへ。電話 0556-48-2621 番。E メールアドレス info@hayakawa-eco.com。 問い合わせ地域活動課市町村交流担当。電話 5742-6856 番。ファックス 5742-6877 番です。北能楽堂体験ツアー、ようこそ能楽堂へ。2月16日土曜日午後6時から午後8時。内容、能の形と音を学ぶ体験、初心者向け。対象、定員、高校生以上で外国人か外国人のおもてなしに興味のある方。抽選で30人です。申し込み2月8日金曜日必着で、往復はがきかファックス、E メールにようこそ能楽堂へとし、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、郵便番号 140-0014、大井 1-14-1 品川観光協会まで。ファックス 5743-7643 番。 E メールアドレス info@shinakan.skr.jp。 またホームページアドレス https://shinagawa-kanko.or.jp/ からも申し込めます。問い合わせ品川観光協会。電話 5743-7642 番。文化観光課観光推進係。電話 5742-6913 番。ファックス 5742-6893 番です。春の図書館フェア、星空の下の朗読会、プラネタリウムでの朗読会です。3月2日土曜日午後6時から午後7時。会場は西五反田 6-5-1 五反田文化センター。内容、夢の旧作、ルルとミミ、芥川龍之介、羅生門。朗読、黒沢明子、石崎一樹。バイオリン演奏、石崎浩二。対象定員、小学生以上の方、抽選で80人。小学生は保護者同伴でお願いします。申し込み問い合わせ、2月8日金曜日必着。往復はがきに、星空の下の朗読会とし、参加者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を書いて、郵便番号 140-0001 北品川 2-32-3 品川図書館まで。電話番号 3471-4667 番。ファックス 3740-4014 番まで。なお、1枚4人までです。車椅子利用の方は事前に連絡をお願いいたします。情報ファイル催しでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは飯島正幸、福田清美でお送りしました。また次の声の広報でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。